はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。トルネコ大冒険不思議のダンジョン始めていきたいと思います。2023年最後の配信かつ、年越しで2024年最初の配信になる予定です。ぜひ、皆さん楽しんでいってください。今回の配信は Twitch で配信しております。 Twitch アカウントフォロー、ぜひお願いいたし、チャットコメントぜひお願いいたします。 Twitch マイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画2日後 YouTube でアーカイブ配信予定です。2日後ですね、3日の0時配信開始かな。もしくは3日の朝配信開始するかもしれません。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル2 or 3 days after This Live アーカイブ My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。また、旧ツイッターである X なんか、X でも配信しております。X のアカウントを持っております。X のアカウントのフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。ツイッター X マイアカウント、プリーズ、フォロー&リポスト&グッドボタン、プリーズ。では始めていきましょう。ちょっとぐるってるかも。では行きましょう。いいえ、蚊の盾を持っていきます。何がいいんだろう。まあ剣持っていっていいやろうな。一応大きいパン一つだけ、持っていくか。地獄身にはいいや。これでいいでしょう。道具としてこの4つですね。大きいパン、さあスタート。まずはきっちり装備しときましょう。これじゃない。待ってくださいね。調子悪いね。大丈夫よね。敵がいる。やっぱり武器が強い。やっぱりスムーズに進む。これが RPG。 まだレベルアップしないか。OK。 あ、
まあ、ああ、びっくりした。動く石像がもう1回で現れたんかと思った。ん？いや、まだ上がある。敵は何だこれ。うわー、ドラゴンシールドか。悩みますね。ドラゴンシールドはドラゴンの目の前にいたときに非常にありがたいです。でもね、つけるのはよほどお時だろうな。あと確かドラゴンシールドにあれ使った、あ、大きなパンダ。まあこういうこともあります。結構運要素が強いからね。あ、いや、ちょっとスライムやっとこう。さて、あ、バイキルトだ。はぐれメタルの剣強化、いいですね。いい流れだと思います。これね、もっと不思議なダンジョンはこれが全く引き継げないんで、もう一回一回がそれぞれ勝負だし、おまけですね、正直。あんまり RPG って感じがしない。成長が反映されないからな。あんまり好きじゃないですね。毎回やるかって言ったらまた考えどころかもしれない。OK。もんじゃ強いからな。でもはぐれめ、さすがはぐれメタルを剣、これ来たら攻撃されるしな。あ、そうでもない、一発でやれる、強いな。なんだろう、あ、地獄ミーか。なんだろう、草、あ、どっけしそうだ。まだいらん、保持しときましょう。目薬草2つ目だよな。まだ先で必要なんで、枠がまだいっぱいになってないんで。うん、あ、降りましょう。攻撃されるよな。さあ、杖です。しかし何の杖か分かりません。おもんちゃんも一発でやれる。インパスがあればな、竹の杖の正体を見るんだけどな。メダパニソウか。レベルアップ。ん？あ、誓う種だ。三鏡か。三鏡もいいんですが、三鏡悪くないですよ。悪くないけど、結局行った方が得なんですよね。お金もなるし、お金にもなるし、悪くはないんだけどな。あと5分、あ、行き止まりだった。4階へ。またドラゴンシールドかよ。ドラゴンシールド2つ目ですね。
早くインパスのあれを欲しい。眠ってしまったが、でもなんとかなるでしょう。あーっと、これがある。一発。これってなんか時刻のアプリとかないんかな？1秒単位で計測できるアプリって何かな。目の前に iPad あるんですが、そういうアプリないかな。時計があった。確かに時計はあるんですよ。あるんですが、ああ、あったあった。あと3分切りましたね。2分40秒。また杖だ。インパスが手に入れてないからな。お、グルだ。増殖するやつ。レベルアップです。なんだこれ、いらない。変えそうです。さあ、2分切りましたよ。あ、やばい。お化けキノコだ。1分半切りましたね。奇跡ですね。さあ、これであと、1分、切りました。行き止まり。あと40秒ですね。15分、30秒ぐらいで年越しになると思われます。おっと、でも木の矢1本じゃ。あと15秒。あ、パンダ。5、4。はい、2024年明けましておめでとうございます。昨年2023年はありがとうございました。2024年もよろしくお願いいたします。ということで、トルネコをやっています。アーカイブも残しますので、ぜひ後からでも見ていただければと思います。あ、指輪がある。ヒスピ。
うわー難しいなー。杖とかあっても全然インパスを手に入れ合えなかったからなー。あ、邪魔してる。まずはゴーストを倒す。また杖か。こんにちは。またパンダ。うわ、悩むな。行き止まり。はい、すいません、少し保存しまして、いやー悩むな。木の上は持てないし、あ、お化けキノコな。まだお化けキノコ安心できる段階じゃないよな。一個あれを持ってるとはいえ、ワープゾーンか。やっぱりそう、目薬草そろそろ使おう。いや違う、ミーパッド、グールだ。あ、一発でやっ倒した。音切り草だ。音切り草、今のところまだ最大ヒットポイントを上げる段階だな。1個は必ず確保しとかないといけません。さあこれで6回です。あれ？マップが。どっちだろう？自国民は巻物でも読もう。これ行き止まりか。
まだ矢を手に入れ、手に入れてないんですよね。あ、来た、インパス。しかし、優先順位としては指輪だよな。はい、さよなら。お、メッキだ。メッキはいらん。お金結構枠は余ってんだけどな。またか。誰だ、あ、リーパットか。そうが効く。ああ、行き止まりだったんだ。手の杖を振ってみよう。わ、分裂しやがった。鉛を杖だと。うん、結局何の杖かわからん。竹の杖は分裂を杖だけどね。あれ、どっちが先だっけ。あれ、どっちが先だっけ。いや、え、どっちが分裂する杖だっけ。あ、また目薬そうだ。次の階層で使いましょう。え、キヨヤか。誰、男か。こんにちは。うわぁ、上で、隠れて。薬草を置く。薬草か。そうは最大ヒットポイントを上げます。誰かいる。15ポイントか。してしまった。毒消しそう飲むか。あ、蚊の盾だ。いらない。飛ばしるぐらい飛ばされる。78か。腹減らずがあれば無敵なんですけど。盾か。そんなにいらん。潰しそうか。
けの杖が何だっけ、あ、泣けの杖が分裂の杖か。何これ、お金取られた、ワープされた。意外と強敵だったな。倒しに行かない、しぶといな。本当どうした、いや、インパスだ。鉛の方ポミオスか、微妙かな。ドラゴンシールド3つ目じゃん。ドラゴンシールドそんなにいらん。あーっと、いきなりゲット。使うか、火炎装。他に経験値稼がれないから、まともに勝負しない方がいいな。ドラゴン1回目のドラゴンシールド、普通のドラゴンシールドか。そんなに魅力ないな。またインパス、一応2つ目のドラゴンシールド。また盗みやがった皆さん。倒した、オスカラだ。これで刃の盾を強化できます。これもドラゴン、このドラゴンシールドはわからないんだ、まだ。倒せばいいけどな。6ポイントしかないからな。基本的に逃げた方がいい。さあ効かない。あ、お前こいつ、よしよしよし、倒しました。行きましょう。地下9階です。ナパニスを使うか。
なんかアイテム手に入れてくれるんじゃなかったっけ。いらない。なかなか強い。強くなったな。インパスか。あー、しかし、メダカにそう置いてどうしようかな。ドラゴンシールド徹底して。ドラゴンシールドあった。あ、さすがにちょっとヒットポイントが無理に戦う必要はないかもね。ぐるっと回りましょう。しかし、あ、回り込まれた。さすがにこれは戦う。お金だった。インパスだ。ま、インパスここに来て出るよな。あ、間違えた。あー、インパスを、せっかくのインパスチャンスを失ってしまったな。何お前、いくつドラゴンシールド出るんだよ。いつもう5つ目ですね、ドラゴンシールド。36、パンだったら、あ、いいですね。でもいっぱいいっぱいだからな。いらん。むしろリレミトの巻物です、欲しいのは。かわいそう。経験値それなりに稼げますからね。イオのおまけ、イオの巻物をゲットした。エミーラか。まあ悪くはないんだけどな。まあお揃い足りずっていう感じです。錆びないからな。エミーラか。でもルーラソー、ルーラソーもいるからな、未来に関しては。薬草だ。置いて、薬草を飲む。おとぎりソーが欲しいが。あ、いらん。そこまでこだわらないな。水槽か、使おう。鉄の金庫、ひとまり
いや、日の丸みたいなもんか。いや、キミラも結構簡単に倒せるようになってる。強いな。あ、いらん。お前はいらん。またインパスだ。が、戻しそうか。か思ってる。でミイラ。サファイアの指輪を。お力の指輪だ。これは装備。そして力の。力の指輪もう持ってるからいいのか。まあ、あったらあったで絶対便利ですけどね。どっけしそうだ。でも今はいらないな。まずはこいつから。お金をゲット。行き止まりってことか。あ、バイキルト。戻しそうで、バイキルト使って、これで、3にアップ。爆弾か。爆弾差し誘い込む方法がないよな。あ、サンガ。今日戻ったら、あ、動き出した。爆弾はちょっとな。え？こっちも爆弾だった。なんじゃそれ。あ、やばい。ルーラソー。あー、危ね。きた。あ、やばい。メガパリソーを投げる。あぶねえ。すべてパーなるとこだ。回復しつつっていう感じか。これなら倒せるでしょう。オッケー。腐った死体か。じゃあまあどうせず、なんか上にあるし。64%。大きいパンが今3つある状態。メノの指輪。
転しないよね。お、イオだ。悩むな。特別いらないや。だって分裂を杖なんだから。あ、もっとスピラの方か。やばいな、逃げられない危険性もあるかも。あんまりまともに勝負しない方がいい。そうでしょ。がいるから、これで13階へ。パンがあるわけじゃないからな。イオの巻物が2つありますね今。レベルアップ。 OK。 あ、シャナクだ。ああ、なんじゃそれ。なんなんでしょうねこいつの正体。まあ近い部屋戻しますけど、え、嘘、落とし穴だ。まだ1回目です。あ、ダイヤの指輪、いろんな指輪があるな。12番、芝居ちょっと使いづらいよな。やめとこう。あ、くそ、あ、やった、倒した。あ、お前いらん。メダパイスは欲しい。うん、でもそん怖い部分もある。43%か。レミーラ、レミーラ持ってない。アドバイス層が3つ、メダパリ層が1つ。あ、4つあるんだ。イオの巻物は2つ。レミーラもいいかもしれないけどな。次の階層の方がコスパはいいよな。またも目薬そう。進む必要は微妙だな、ポジションとして。あ、やばい。単純な攻撃力だったらキメラの方が上だなあ。え、これ下にあんの？いや違う、金縛りか。いや、お前はいい。俺行き止まりだ。こっちも行き止まりだからなあ。あ、嘘、上空石像が動いてきた。
いきなりかよ、お前。三つ星層くらえ。え？全然見えてない。50か。正規巻物だ。あ、場所が悪いな、これ。ナイク。ここじゃない。止まったとこ、さよなら。たまに普通に経験値もらえるとこあるけど、基本は何ももらえないからな。早くリリミットが欲しい。下に隠れてる。行き止まりだ。戻ってきた。あ、なんかある。行き止まり。あ、取らへんだ。うわ、なかなかうまくいかないな。何パーセントか。あ、なんかちょっとミスが多いな。え、一撃でやった？誰？あ、あいつか。待てー。なんか やばい。しかしパンを食べないとヒットポイントが減ってしまう。ヘナパにそうな、くらえ。あ、やばい。そうだ、そこがあった。危ね。まあとりあえずしばらく回復して、あ、動く石像。苦しいなあ。 あれ？今装備してんのはドラゴンシールド？ん？なんでドラゴンシールドを装備してんだ？あ、こいつ呪われてんだ。これは持っとこう。そろそろ。なんだそれ、ドラゴンシールド詐欺じゃん。ゴールドマン、お金がもらえるゴールドマン。買えそうだ。お金はもらえないのか。経験値が美味しいゴールドマン。いらん、お前はいらん。
経験値も稼げないしね。あ、階層再度持ってきた。誰？正しそうか。あ、ゴールドマンじゃない、ゴーレムだ。火炎装、もう一回火炎装。いらん。あ、捨てたやつ。ここにいるとやばいから、止まった。アイテムはない。あ、やばいやばいやばい、逃げよう。囲まれたらやばいな。パンに化けてることもあるからな。よかった、大きいパンだった。お金。レミーラ。レミーラ使おう。いらない。まあ、しかも下落とし穴やん。嘘だろ。あー、大ピンチ。これはどうすりゃいいんだ。ボミオスやっても多分食われるから、イオンも間に合わないだろうし。うん、音切りそうしかないよね。これ普通に逃げて帰ろう。そうだ、落とし穴がありましたね。ダメージが少なくてなるようになった。まだなあれ、手に入れてないんだよな。初めて矢を手に入れた。うわ、微妙。倒した。なんだ、惑わしそうか。敵多いな。敵多いけど、いらん敵が。いらん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 。なあ、窓は思想1個置いて、窓ハンド。よかった。あ、いらん。あ、おまけにこいつもいらん。あ、おっと、びっくりした。
腐ったパンは微妙だ。そして腐った死体、帰ろう、下降りよう。いきなり、あ、でもただの石像だった。あー、イエティはいい、お前はいい。追ってくるしな、すぐにイエティ。あー、ゴールドマンか。あ、イエティがブロックしてんじゃん。あーっと、まあ、ほな、まあ、レベルが1上がっただけだ。やばい。あー、しかももう逃げられない。階層ある？ない。石器、攻撃回数が増える、減る。 OK。一気に下がっちゃったな。この段階でのあれはやばい。グラスは欲しいな。ここでの段階のルーラスは結構欲しい。いけないし、まだあれがないからな。今回結構前半有利かと思ったんだが、ピンチだよな。ミークかよ。地雷踏むな今回は。行き止まりなんだ。ですだ、やばい。ルーラソーでとりあえず退避だ。しかしこれはやばいな、見えない敵。あーっと、爆弾は降りよう。あー、またお前か。無理。つうか、何の杖、なんか杖持ってる。ボミオスは持ってる。あ、その前に落とし穴に引っかかった。でもレベルが低いな、そこは気になる。毒消しそう、多いな。そんなに何個もいらん。あ、ルーラスをゲット。ルーラスを2つ目は欲しいが、
インパスだ。メノの指輪を使おう。穴抜けだ。赤エソはいる。穴抜けは正直微妙ではあるけどな。窓足が3つあるけど、赤エソの方がいい。単独のダメージもすごいな。そう、偽物だったかこいつ。パンジキュースか。やばいな、ほんとやばすぎや、ほんと。あっちが、上のやつが本物か。誰か追ってる。ゴーレムか。ボミオス。ドルフラソー一斉にドルだ。今どこにいるんだ。ひえイオだ。こういう時はサイドイオ。あれ、イオ二つ目ある。死んでない。誰も死んでない。嘘だろ。え？正規のこれ。お、よかった。お前いいかよ。もう絶対絶命のシーンが続くな。正規助かった。ん、これ音切り想定は使っちゃってるから無理なんだ。マネマネだった。マネなんだよな。危な。
ステディドールか。これまともに戦ったら勝てないな。サイクロプスまで。レベルが低いな。は？イオがない。イオの巻物がない。これムニガンじゃないの。あれ？なんで？あ、恐れてるからか。アークデーモン、何こいつら。うわ、囲まれた。なのもう無理だよな。あ、違う、逆だ。やっちゃえたー。うわー、アイテム的を失った。うわー、カード立て始めとして、せっかくこれ、最初すごい余裕だったのにな。しかもリレミトの巻物が見つからなかった。これは痛いな。痛すぎる。持っていけるものってないよな。世の巻物ぐらい。ほとんど振り出しを戻ってしまった感じだ。せっかくあれしたのに。いろいろやったんだけど無理だよな。
れは囲まれた時は窓アイスを2つ持ってたから、窓アイスを使うことが大事やったかもな。あ、ダメダメ、使ったんだ、ここで使っちゃダメ。レベルアップ。木の矢を手に入れた。でもまだこっちは行ってない、いらない。なんか指輪だ、2回。なるべく早くインパスだけじゃなくて、また指輪、種。え、いきなりかよ。どうやって脱出するんだ。てか脱出できない。しかも何も持ってない。無理です。無理に決まってる。
なんか報われないな今回。69って。あれ、今の巻物って持っていかなかったのか、今回。今後でいい。呪われててもまあいい。してない。ここでコンボ薬草を飲む。行き止まりか。あ、やばい。は？あ、こんなとこで湯を使うとは。で死ぬとこだったな。金の剣はいらんな。お、ドラゴンキラーだ。金の剣とかコンボはいらん。盾がまだないな。一方でドラゴンキラーはいい。強くすればいい。使えるもんな。下でもまあ行くとこないよね。3階へ。あ、シャナクか。まあ悪くないけどな。
パンを食べよう。腹減らずがあれば無敵なんだよな。あ、間違えた。イージーミスが多いな今回。まあ無理だな、ま、魔導士は死んじゃう。戦ったら あ、マイキルト、オッケー。武器は裏切らない。あれでもまだないんだ。ここだ。地下4階へ。また指輪、アメジスト、イオ。いいね、ドラゴンキラー。攻撃を、攻撃は最大の防御なんだよな。腹減らないことか考えても。ダイヤを、あ、やっとこう。慎重に動こう。矢の代わりに使うぐらいだろうな。あ、ちょうど、あ、違うわ。これで矢って持ってたっけ？持ってないんだ。だからコンボとか必要なものをどんどん投げる。シャナコの指輪投げても何にもならないしな。ああ、力落ちちゃったよな。甘くない。ほんとリレミトって運なんだな。毎回また下がった。早く毒消しが欲しい。メッキは何も持ってない。あ、やばい。は。金の杖。金の杖？アップ。あ、これ行き止まりか。あ、またどんどん力が落ちていく。おまけに地雷。
パンって一つしか持ってないんだ。もうバイキルト。銀の矢だ。え、ゼロだ。大きなパン しかない。お金か。わ、やばい。通路に早く逃げないと。斧はいらんので斧を投げましょう。どうしか落とせんじゃないの今なら。さあこれでどうなる。結構食らうな。甘かった。甘かった。その見通しは甘い。ドラゴンキラー持ってたから。これ4回目の冒険だな。封印の杖も結構大事だよな。いるよな封印の杖。危ないな本当。
怖いな。あいような負け物だ。これパンとかあっても足りないよな。これは大丈夫。悲しがり。ついていってしまった。やっぱやばいな。おまけに当然足踏みしてる時間が長いから、それだけスタミナも使っちゃうしな。満腹度が消費しちゃうからな。腐ったパンでもね、意味があることもある。レベルアップ。うん、アイテムだ。ないよりはマシ。え、またかよ。イオ、でもイオ持ってんだよな今回は。使おう。あ、インパスだ。しかし金の剣に使うインパスは意味がない。ここで、インパスを翡翠の巻物に。あ、腹減らずだ。呪われてたら腹減らずって減らないんだっけ。もう一個も。木の矢、これは24本に増備。あ、減らないのは変わらないんだ。ん？これ武器持ってない？
そうだよな。お、やった。呪われてない上にプラス1だ。この花減らずはでかい。しっかりギリギリまで。またかよ。イオってある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 。ためきか。いいパンダ。たくそうだ。あ、間違えた。しゃなくだ。イオだ、レミーナだ。えへー、すごいな。いや、木の矢が64本なった。腐ったパンとりあえずいらん。この辺はいらん。気もいらんしな。お金。金縛りか。なんだっけ、聖堂か。インパス、あ、インパスまだだ。封印だ、やった。封印は結構美味しいです。強い中でも強いの封印じゃないかな。タイミングが悪い。これ使ってもよかったかもな。
マヘラズがあるからな。どけしそうだあと思ったけど、何がいいんだ。わからん、アイテムが限られるもんな。パンとかいらんしな、もう。マヘラズいたらパン類って大きなパンも含めていらんのじゃないの。アメッキか、アメッキはもうしてるんだよな。またかよ。どったけ、そしてまたいいよ。なんかモンスターハウス今回すごい多いような。水槽使えるやん。キーパスはシャナクは薬草だ。スカラだ。また薬草だ。一つあって、窓足層があって、セニガンがあって、大きなパンがもういらん。おとぎ磯は確保したいな。こんな感じか。あ、落とし穴やった。引っかかった。インパスは、あーでもインパス今でもしゃあないもんね。シャナク、シャナクって持ってたっけ。持ってないよな。必要ないもんな、特に。
インパスって持ってたっけ？インパスある。あ、変幻の杖だ。あ、クロ、ミイラ男。あ、インパスだ。おお、びっくりした。またソは欲しいよな。ルーラソが3つか。言うほど欲しくないか。好きだな、ほんと。あ、ヘラズいいよな。盗まれた。はい、68。3が効いてしまった。え、囲まれた。さすがにまずい。これは買えそうだ。
った。キメラか。あっと。ルーラソーダ。いないよな。インパスで製造タレ使うなんてもったいなさすぎるな。そうがダブル。とか。すごいお金。10回ですね。何があるんだろう。レミーラ、ルーラ、メダパニー、セニガ。嘘、毒や。盗まれた。あ、封印の杖盗まれた。おまけに。縛り。分裂。あ、逃げ上がる。待てワープしやがった。まあベビーサターもワープ。封印の杖持ってたからな。あーでもフルなんだな。あ、やばい。そのようにおろい。
行き止まり。あ、封印の杖を、封印の杖返せ。オッケー。11階へ。薬草が連鎖もっと来たいな。窓は必要より全然いるよな。ん？どこ？あ、盗まれた。しばらくいらん。おとぎり草はいる。最大ヒットポイントは上がる。ん？今誰かいなかった？行き止まりだったんだ。ここと思ったが、あの野郎、あ、どうす、決めないだ。乗ってる。でもまだ待とう。しばらくいらん。三つ星草いらん。インパスだ。インパスは使うとこがないけど、一つあったらいいよな。どこにいるんだ今。あれが本物かどうかわからないから、まだ戦えないんだよな。
あとみそうだ。サインが。あ、インパス手に入れてない。しまった。悩ましいな。ロケソがあるやん。でもまだ使う場所じゃないんだよな、これ。ここで音切り層を使って再度音切り層を確保。ああ、よかったよかった。ってことはとりあえずまずインパスだ。松を杖を。バシルーラもいいな。普通に。さてと、ん？バシルーラ？変化があって封印があって、まあ。つまりこういうことだ。あ、また音切りそう。本物だな、多分。胃薬草は一つしかない。レミーラがあって、でもレミーナ一つしかないからな。行き止まり。あ、後ろから回り込まれた。どっちも欲しいな。カエソがあって、カエソがあって、ルーラソあって、メラパリソいらん。インパスか。インパス欲しいな。あ、よく石像め。色消滅。か、鱗は錆びないんだけどな。
木の矢を撃つ。あら、やった、ギネミと巻物だ。ついに来た。薬草は、あ、バイキルトだ。一旦インパス置いてバイキルト強化。またインパス置いて薬草。虫。うまみがないしね。さあ14階へ。地獄ミニか。レミーラ。強い。あ、酸が効く。イオだ。イオの巻物は欲しい。モンスターハウスとか行った際に。メダパニスを捨てて。こてつか。か、あ、インパス盗まれた。あ、まだインパスならよしか。ワープした。パスはいるもんな、結局。スカラだ。腐ったパンだった。パンはパンでも腐ったパン。
元のとこに戻った。まあでもハラヘアーズを指輪持ってるからな。こちらはそうか、シャナか。リレミと今持ってんだよな。こうか、あ、と思った。その前に落とし穴引っかかった。銀の弓って持ってたっけ？ないんだな。お金か。イエティか。イエティは興味ない。イエティはコスパが悪い。あー、レベルが下がっちゃった。これが怖い。なんか外れてばっかり。あ、斧だからかな。斧はダメだな、そういう意味で言えば。確かに強い。強いのは間違いないが。止まった。ということで、処理。また木の矢。まあやるしか、こいつはやるしかない。で持っといて、まだ死者なく。また毒矢か。腹ペコはいらん。いつ毒消しを使うかだろうな。こいつ本物なのか？結構しぶといよな、マドハンド。強い。意外と強い、マドハンドは。ドラゴンシールドだ。戦
だし、シャナク持ってないよね、今。8か。まあ、絶対こっちの方が強い。が、メッキがないんだよな、問題は。あ、毒や。余計な。ここにシャナクあったのか。じゃあ、毒消しを使おう。あ、ゴールドマン。これは自分がルーラで飛んだ方がいい。聖域か。あ、聖域いいやん。近づいてきたが、そう近づいてきた。あ、そっか、3は効くんだ、高熱の場合。来たか。は？やっちゃった。忘れてた。ここまでかな。はい、ということで、ちょっと今回散々な結果になってしまいましたね。が、年越しということで、2024年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。このトルネコ大冒険をまたやっていこうと思いますので、ぜひ見てください。ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー please。YouTube で、アーカイブアップロード予定です。おそらく、まあ、3日になるのかな。3日0時か、3日の朝になるかと思います。そちらをぜひ見てください。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。This Live Archive My YouTube Channel。My YouTube Channel、チャンネルサブスクライブド&グッドボタン。Please。TwitterX アカウント持っております。ぜひアクセスお願いします。
アカウントのフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ、はい、ということで2023年最後、そして年越しを経て2024年最初の配信、トルネコ大冒険お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。